テニスを、あれはなる。どうも、選手兄弟の大輝です。リュウゼです。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、チャンネル登録者数600人、ありがとうございます。ありがとうございます。いやはや、いやはや、500人とったんいつやったっけ。夏ぐらい。暑かったっす。暑い。めっちゃ暑かった。8月後半ぐらいですね。うん、まあ、100人、プラス100人いくんで、3ヶ月ぐらいかかってますかね。はい。何してんすか？僕ですか？はい。テニスを、まあ、練習してたのはもちろんです。はい。結構その、あ、振り返りですかね、自分のテニスの。はいはい。振り返りをしてて、はい。人が出てもね、取ってないし。取ってないですね。練習はね、めちゃくちゃしてましたよ、僕は。テニスの練習。そうね。動画はね、全然撮ってなかったですけど、練習はね、ほぼ毎日だから。ね、本来の形なんですけどね。まあ、確かに。テニスプレイヤーだったら。はい。テニスに集中する。まあ、それをやってたって。やってただけ。動画、もうやばかったっすね。全然出てない。出てない。なのに増え続けてくれた。そう。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。全然ほんと。申し訳ないです、ほんと。何人増えてるのか分かんないです。そうそう。あ、大地くんのね、あの、制作者、ブラッドグルーのあの動画がね、はいはい、あの、バズりまして。そう。そう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 。あれも、今4000ちょっと再されてて、うん。過去ので、ね、その横型の動画、振り返ってても、多分ベスト2とか1とか、そうですね。ぐらい、ランキングにするぐらい、伸びましたです。うん。まあ、僕らの良さはほぼない。いや、いいんですよ。いいんです。僕は村田君の良さが知ってくれた。ああ、そうですね。それで変です。まあ、それがね、ちょっと伸びてくれて、なんとかこう、600人そうですね。達成ということで、はい。ほんとね、良くないですよ。良くない。まあ、ファンをね、ファンおるんか知らんけど、裏切るのせいか動画もね、みたいな。でも増えていってくれたんや。ありがたいと思うもん。はい。ちょっと必要はないんですよ。基本的に。いや、YouTube みたいなもんはね、ほんとそうですよ。ね、まあ、600人いたもん。なんか、すいませんって感じですね。何をしたいのに600人いかんです。なぜみたいな。あ、確かにそうです。な感じですよ。まあ、はい、過去の僕らが助けてくれたみたいなもん。そうですね。今の僕ら何してる？まあ、いろいろしてます。いろいろしてますか。埼玉に行くじゃん。ああ、まあ、してます。大変です。大変です。まあ、あります。ということでね、まあ、僕らはね、やっぱね、1000人、年内1000人っていうのはね、やっぱね、行きたい。はい。どうしても。なんでか、埼玉にいた時、600人って呼ばれない。1000人でも呼ばれない。まあ、1000人でも呼ばれんけど、呼ばれんけど、せめてさ、土台は作っていこうぜっていう。はい。いうことなんで、まあ、ちょっと1000人達成するためにね、ちょっともう宣言してもらおうかなと思います。宣言、まあ、僕も大地もね、やらないんですよ、ね。まあやらない。僕は攻めないんですよ。僕もやれてないんです、はい、それは。なんで、だって全体で出てないから。まあ、そう2人サボってたって。まあ、特に僕がサボると、こいつも困る。それはそう。最悪です。ちょっと自主性見してくださいよ。宣言してもらえないですか、先生。先生は村田君。ああ、そうです、ね。なんていうの？紹介者。はい。そうね。紹介者。村田君紹介者。はい。そう、宣言してもらいますわ。皆さん約束するんで、もしね、あの、投稿とか出てなかったらね、こいつのインスタとか行ってね、嵐いいっす。出てないやないかって。そうそう。ああ、してないっす。してないお前。みんな村田君さんのね、技術、はい、知りたいんですよ。結構伸びてるんですよ、ね。他のやつも伸びてますよ。あ、やっとみんなが時代に追いついたかって。そうですね。だけど世界にみんな目を向け出したってのはすごいいいことだと思う。そう。僕らもね、やっぱ世界の入り口として、案内人として世界の。まあ、ね、なりたいじゃないですか。せっかくやるんなら、あと多いじゃなく、ね。まあ、大それたものを掲げれませんけど。掲げてください、それは。まあまあ、それは約束してくださいもん、それ。僕ら応援してくれる人いるんですか、600人。確かに。すごいことですよ。やばそうです。え？何やってるんすか？まあ、こんなことはいい。まあ、目標。はい、目標。はい、どうですか？僕の目標は、はい。先ほどね、はい。話に出た。はい。村田グルーさんのね。はい。技術。はい。基本的な技術から。はい。ちょっと応用的な技術までたくさんあるんですけど。はい。今はちょっと基本的な技術を、うんうん、まあ翻訳している途中なので、はい。で、その技術を、はい。まあ、最短で1週間。1週間。最長で2週間で、2週間。翻訳して、
出していきたいと思います、動画として。っていうことですよ。2週間に1回出ますから。言いましたからね。出なかったらもう、マジで、叩いてくださいよ。これ編集するんだね。あ、この、あれをこれを。あ、この、今の動画。そう。あ、僕、あ、やばい、うん。絶対に出しますから、僕は。切れない。あ、切れない、切れない。しかも、めっちゃ主張する感じで編集しますから。僕はずっと聞いてたんですけどね。自分の主張を。いやー、ちょっとね、保険かけすぎですよ。舐めすぎですよ、ほんと。視聴者舐めてますわ。ファンも舐めてます、ほんと。勘弁してください、マジで。今まで自分の主張を自分で切ってきたわけですけど。もう切れない。切れないよ。僕がやりますから。あ、終わりました。やりますって言ったんですよ。あの、やってなかったら、叩いてくださいよ。ね。気ぃつきますんで。頑張ります。はい。じゃあ、僕行きますかね。そうですね。あ、僕はね、まあ、僕ひどいっすよ。エンタメやるって言って、エンタメ1個も出してこれだよ、お前。エンタメ担当と技術担当で分かれて、はい、俺技術担当でやってたのに、こいつエンタメ1個出せないっす。いや、でもサポートしてるじゃん。サポートはすごくしてる。サポートはしてる。まあ、僕は自分の宣言中の1個も言ってないのに、これ偉そうですよ。なんで、エンタメですね。はい。を、もう1週間に1回、投稿します。笑います。ショートって。え？笑います。僕は笑、僕が笑えるもんを出します。僕が笑えるもんだ。もし皆さんが笑えなかったら、まあ、僕の笑いについてできないと思うんで、まあ、ちょっと改め直します。中田敦彦だった。あかんあかんあかん。まあいいです。熱いから。ああいう噛みつき方好きですよ。ああ、そうです。まあいいんですよ。ということで、ね、エンタメ系、ちょっと僕は、ね、1週間に1回出していきたいなと思います。はい、で、エンタメ系ね、来週から近づく。来週から。1時間1回、はい、やっていくんですか、はい、その代わりあれ出てもらいますか、僕が考えてきたやつをやってもらいますか、やるんです、もしかしたらまたあの藤ペダ修造がやっかもしれない、あれマジおもろい、あれちょっと伸びてるんが腹立つ、やっぱね結構僕と同じ感覚の人多分いるんですよ、あ結構コメントも書かれてましたよ、めっちゃおもろいじゃんみたいな、共感性周知をある動画でしかないから。何やこいつら。いや、マジで嫌ですよ。いやー、やっぱね、人を使って笑う、笑ってるってのは、ね、好きっすよ。だって滑ってもうね、もう美味しいですよ。そっちは美味しくないんですよ。痛いんですよ、ね。出演者痛い。痛いんですよ。痛くないんですよね。そうですよね。自分が下ネタ言ってる動画とかマジ見たくないんですよ。最悪でしょう。もうマジエグいんですから。いやー、エンタメ、あれですよ、結構。まあ、お笑いもありますし、ダンスもありますし、なんかいろいろね、やっていこうと思う。はい、はい、TikToker みたいなやっていくことだよね、 TikTok 嫌いなんよ、いやー楽しくなりますよ、 TikToker のやることは一番わけわからんねんから俺ほんまに、あ、ようわからん手休みのダンスして終わってるやん、嫌いやね、嫌いなんよ、いや嫌いじゃないですよ、あの、まあ、見れないっていう、はい、まあまだ、ね、そういうのも面白いかなと思うんでね、ちょっとね僕の中でちょっと今火つきました、あ、なんか面白いなーって、僕もおもちゃにしようとしてるいやでも僕も出るときは出ますよ、そっち主演でやってほしいです、あんまり僕でも面白い、俺がやって面白いかなみたいな、面白い、恥ずかしさがあんまないんで、まあ、というわけでね、600人、うん、もう本当皆さんありがとうございます、うん、何もしなかったんですけど、もうマジですいません、マジですいません、ということでね、まあ、1000人目指してやっていこういうことでやってますわ、はい、あの一応ね、YouTube の、 あの収益化ラインが下がりまして、うん、登録者500人。で、再生時間が3000時間、ね、まだ全然再生時間足りてないんで、やっぱ横長の動画をちょっとね、しっかりやっていきたいっていうのがフラットグループで、うん、行きたいですし、はい、まあ、僕らの試合ですね、やっていきたいですね、そうダブルス戦術もやりたいですけどね、基本難しいですね、動画作りダブルス結構今いい感じ、うん、僕らい展開できる、そう最近直近で撮ったね、試合なんて良かった、うん、今までの、多分1年前の時のダブルス作られたんです、全然楽しい。あの、ボールの速さとかは、ね、確かに一緒かもしれんけど、全然違う。ポジショニングとか。はい。なんでね、まあ、そういうのを出していきたいなと思ってるんで、うん、まあ、ちょっと考えますわ。あ、でも、とりあえずエンタメと、まあ、フラットブルー、ちょっと集中してやっていきたらなと思ってます。はい。なんでごめんなさい、本当にサボりますね。もう、上がなーい。なんちゃうか分からない。おーおーって言うね。はい。ということでね、まあ、ちょっと、まだ気合い入れ直してね、はい、やっていきたいと思います。だって、僕らもう愛媛最後ですから。そうですね、まあ、ちょっと締めくくりとしてね、まあ、年末まで、2023年ね、ちょっと走り抜けたいなと思ってますんで、はい、やっていきます。それでは、グッド評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。